ね、はい、もう神社が綺麗に、あ、なくなっちゃって、なくなっちゃって、あの木があるあたりですか、そうです、はい、が神社、うん、神社の社殿も全部綺麗に流されちゃって、この辺が本当はリンゴ畑があって、砂利、流されてきた砂利で埋まってしまって、はい、今のアスファルトとか、ああ、でもこの辺一帯のお家はもうじゃあ全部被災されたって感じですね。はい、今もなんとか泥とか邪魔なものをなんとか出して終わって、まだね、長期化しそうだね。まあそうですね、長く、時間は長くかな。あとはね、現地に来れない方とかは ね、 そうですね、支援のお金とかでもね、はいはい、まあこれでまあ避難所が閉鎖になっちゃったんで、うん、支援物資っていうよりはやっぱり、まあ僕たちみたいなボランティア団体だとか、はい、あとまあ被災された方が、はい、あの生活再建する上で必要なやっぱりお金の面だとか、うんうんうん、そういったところでまあそういったいうふうに支援が変わっていくのか、あ、もうずっとあの長野にお住まい、そうですね、あ、でも今までこんなことを、まあ、正直そのこの今回決壊したこの千曲川っていうのが多分全然普段はあの静かな川なんで、うんうんうん、まあ、僕も30歳ですけど、うんうん、30年生きてきて千曲川がこんな風になるとは思いもしなかったんで、まあ、小学生とか中学生の時結構ね遊んでる川だったんで、こんな風になるとは思わなかったのが正直なところですよね。でもさ、やっぱ水害の恐ろしさってやっぱりとてつもない、うわ、そうです、もうまあ東日本大震災の津波じゃないですけど、まあそれと同じぐらいの被害をもたらしたのかな、うんうんうん、で今ね現状もう1ヶ月半も経って、はいはい、あんまりその報道がね、そうですね、まあ、落ち着いてきちゃったっていうのもまあ、うんうん、あれなんですけど、うん、まあまあしょうがないのかなっていう部分と、うん、まだまだそのね、ニュースとかで流して、うん、くれた方がいいのかなって、あ、なんか県外の人とかに、はいはい、なんかこんなことしてくれたらありがたいとかそういうのってありますか。まあ本当にもしお手伝いしてもらえるならボランティアとして、うん、来てもらって実際に自分の目で被災地見てもらって、うんうん、た方が一番いいのかな、うん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 、どうしてもニュースとか報道では伝わらない部分があるんで、で片付いたけれどもまだまだって感じですもんね。そうですね、うん、今あとこの辺はそのリンゴの産地なんで、うん、まあどうしても流されちゃってリンゴがの木が流されちゃって、もう自分たちの生活の基盤がなくなっちゃったっていうので、まあそういったところで今後どうしていこうかなっていう、ほぼほぼここら辺高齢者の人が多いので、まあこういった開いた土地使って何か作物作るとか、そういったものも行政さん考えてくれない部分までボランティアで
考えて一緒にやっていけたらなとは思ってるんですけどね。でもね、ボランティアもボランティアでね、結構活動に限界とかね、まあそうですね、金銭面とか体力面とかもね、そうですね、一応ここでうちも NPO 法人に申請して、はい、NPO 法人として立ち上げて、うん、もうこっちに重点を置いてやろうかなと思って。あ、なるほどね。だからね、その被災者の支援も必要でしょうけど、はい、ボランティアの支援もないと、ね、ボランティアも倒れちゃいますもんね、はい、まあ今いろんな連携してる機関との人と話したりするとやっぱりどうしてもボランティアの方の支援が急務、うーん、まあ、どうしてもボランティアの方が先に倒れちゃうんじゃないかっていう話はしてるところなんですけど、でも逆に言うと本当にその行政ではできないボランティアの重要性っていうのもやっぱ感じられた。そうですね、やっぱりその被災者の方に寄り添えたり話聞いたりそういうことをできるのってやっぱり行政さんより僕たちみたいなボランティアの団体なのかなっていう部分は感じます。うん、まあ、うちも一応こっちの現地で活動ね、泥出しとか家屋の片付けとかしている部隊と、あとまあ避難所で支援物資集めて、それを避難所の方に配ったり、で、あと避難所に避難しているお年寄りだとか、あと子供の相手してるする部隊も一応作って、うん、この前までそっちの方で活動はしてたんですけど、うん、一応まあ避難所の方はこれで閉鎖になったんで、そっちの方は撤収して、